という感じではい皆さんこんにちはあの久々にショールーム配信またもや久々になってしまったんですけれどもハロウィン仕様になってますねショールームがいやもうハロウィンですか前配信したのがちょうど私の誕生日ぐらいだったんですけれどもねもう10月も終わりに近づいているということで、はい、ハロウィンですね皆さん ハッピーハロウィンということでですねえー、今日はねあのガッツリちゃんとメイクしておりますもう最近ちょっとすっぴんとか薄いメイクが多かったんですけど今日はあの虹パレのロケがありましてその輝きちゃんメイクのままで今日は配信しております輝きちゃんメイクキラッキラしてるからねすごい光が入って漏れてるのでこのまま配信させてください ハートあ,ありがとうございます。まハートありがとうございます情報技術研さんもハートありがとうございます。塩こうじさんはコウモリかなありがとうございます。クリアさんも音波ありがとうございます。リコさんもリコチ。お菓子ありがとう。サブちゃん。星ありがとう。森彦さんもコウモリありがとう。ザックさんもハートありがとう。という感じでえ今日ですね何を話したいかと言いますとですねあのテロップにも書いてある通り武道館がありましたね皆さん。 武道館を振り返ろうの回です。イエーイ。はい、あの武道館、皆さんスリーデイズ。ありがとうございました。もう本当にですね。本当はもうスリーデイズ出たかったんです。私も。ですが。あの今回スリーデイズの一日目がですね。金曜日ということで、まあ。平日だったんですよ。そう、だから。 なんとまあ学業がありまして一日目は参加できなかったんですけれども二日目そして三日目と二日間私は参加させていただきました皆さん見つけてくださったでしょうかおえなんかすごいの来た今ナーラブさんかなありがとうございますかぼちゃ今のかぼちゃだ合ってるかな せいやさんチップさんもありがとうございます。みかさんも馬場ちゃんさんもありがとうございます。そう！2日間そう。私は2日間しか参加できなくってそう。もう本当はね。1日目もね。あのずっと見てたんですよ。私ちょうどあの新幹線で東京に向かってた頃だったので、移動中にいっぱいハッシュタグがトレンド入りしてたのでね。akb48 武道館がそうだから見てたんですけど。 もうすんごい盛りり上がりで私もそのセットリストとかその演出とか知らなかったので1日目のまさかねねマジすか学園やってるとは思わなくてもうびっくり「えー、ええー、私もやりたい」って思ったんですけれどもそうすごいだからそういうなんか懐かしい AKB の曲だったり、まあ、最新の楽曲ももちろんですし。 そうだからすごい私も出たかったと思ってねそうすっごい盛り上がってたよね1日目そうだからもう私も2日目3日目頑張らないとと思ってそう,うめっちゃ気合い入りました新幹線の中ですっげえって一人でなってましたそうでそこから2日目はリクエストアワーですねリクエストアワーから私は参戦させていただいたんですけれどもええー 島田和之さん。これなんだろう、タワーかな。え、すごい。ありがとうございます。ハロウィンタワー。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうわ。はい、で、そのリクエストアワーから私は参加させていただいたんですけれども。あの、何の曲を参加させていただいたかというと。まず一曲目は。 チャイムはラブソング愛しいメロディーということで「チャイムはラブソング」を披露させていただきましたあの曲めちゃめちゃ可愛くないですかねそうねっていう感じであの「チャイムはラブソング」だったんですけどその時のそのリクエストアワーの髪型が何にしようと思っててね 髪型迷っててでもお団子したことないなと思ったのでお団子をしたんですね2日目リクエストワーの時にそしたらちょうどチャイマーラブソングの衣装がちょっとチアガールみが入った結構ミニ丈で結構赤青の目立つ色だったんですよそうだからかすっごいあの頭のお団子とその衣装がマッチしちゃっててはいもう会う人会う人に「えチアガール?」 って言われて「はいチアガールです」ってお返しをしていたんですけれどもそうなんですチアガールにね一発目からなってしまってどうでした皆さんお団子多分私初めてしたかな結構髪の毛がもともと短かったのでそれとお団子とかできたことがなかったんですけどようやく結構髪もね伸びてきたのでできましたどうでしたか キュウシンくんコウモリチョーキングさんかぼちゃんありがとうございますそうど,どうだったあ嬉しいそう狙ったわけじゃなかったんだけどなんかね想像以上にチアだったっていう,うでもなんか逆に見つけやすかったかなと思って「えっ、ー、チアガールいるんだけど」っていう感じでみんな見つけてくれました <laughs> あっひゆかちゃんとなるちゃんを間違えたという方がいらっしゃるんですけどそうなるさんももうめっちゃ可愛くってこの2つのお団子だったんですなるさんはもうくまさんでした本当にくまさんごめんなさいなるさんなるさんくまさんでしたなるさんくまさんでしたという感じであの本当に可愛かったんですよもうなるさんもくまさんだと思ってそうだからもう私もね お団子1個なのに何かお揃いな感覚で一人で喜んでました、はい、そうでチャイム・アラブ・ソングチャイム・アラブ・ソングすっごい可愛い曲じゃないですか私の歌わりが「かっこよすぎるその横顔」「チちゃンチちゃンチュン」だったんですけどいい歌詞ですよね「かっこよすぎるその横顔」ねねキュンキュンですね まあそこを私歌わせていただいたんですけどどうでしたかお団子見つけてくれましたかちょっとウィンクなんかもしちゃったりしてはいちょっとうっ,っていう感じでウィンク苦手ながらも頑張ったんですけれどもまあ多分見逃しちゃったかなとうん思いますけれども、まあ、見逃してなかった方はね素晴らしいという感じでチ、はいうん、ャイムラブソングすごいね元気な楽曲でチーム4の楽曲かな そうだと思うんだけどどどうですかそうだよねお、ブーフォン99さんお化けありがとうございますあれそうじゃないかなあれコメントは あ、そういうことえあ、SKE さんかえ、なんでだろうなんでチーム4の印象があるんだろうなんでだったんだろうあ、GS さんピエロありがとうございますあ、そういうことか SKE さんの公演をチーム4がやってたからかそういうことかだからだ、私チーム4だと思ってたそういうことかそうです、あの そうです SKE さんの曲ですすいません本当にすいませんそうでも本当にチーム4らしさがあってすごいね好きな楽曲でした私そうみ,なみんなとねチーム4のメンバーみんなと披露できてすごい嬉しかったですし楽しかったですねえめっちゃ可愛いワンツースリーチャイムワンルーソング い愛しいメロディーねえかわいいちょっとあれ歌いながら私結構いいなって思ってました、はい、<laughs> でその後私はねファンレターに出させていただきました結構珍しくないですかファンレターに私が出演ということでそうファンレターはねそのチーム K さんが 今回の逆上がり公演でやってたじゃないですか？そうだから。そう、それで知ってたんですけど。めちゃめちゃね。あのハンレターの歌詞もすんごくいいんですよ。そう、今回またちゃんと改めて自分が歌うってなって聞いたんですけど、やっぱなんか聞く側と歌う側でもまた感情が違うなって思って。そう、めっちゃいい曲ですよね。 そう私はね白ワンピースを任されたのよどうでした結構なんかお団子にさワンピースはちょっと大人っぽくなるじゃないですかそうよかったでしょ <laughs> よかったよねそうだからちょっとそれも考えたんですよチアのあの衣装にも合うしああいうワンピースにも合う髪型何がいいかなと思ってお団子にしたんです実は 私でしたそうでァンレター歌ったんですけどねえァンレターもさすごい振りがさ少ない分さやっぱり歌に感情を込めるわけじゃないですかそうだからああいう楽曲普段あんまりやったことなかったのですごい自分の中でも新鮮でしたし研究というかこう歌ったら 伝わりやすいかなとかそういうのもすごい考えてパフォーマンスしましたねそうファンレター。あと私一発目に踊る人だったんですよなんか照明スポットライトがポーンって私に当てられてなんかあえてソロでソロっていうか2人だったんですけどあえてワンポイントで当てられたりするのはすごい初めてだったのですごいちょっとドキドキしながら踊りましたどうでしたか 見つけてくれたかな。そうチーム K さんの公演だったから多分私がいるの多分結構びっくりした方が多いと思うんだけど見つけてくれましたおくんくんさんバタフライエフェクトさんさんそうお団子ごで歌ってたんだけど気づいてくれましたかな あ、嬉しい。見つけたよー。ありがとうございます。嬉しいです。見つけてくれて。でそっからですね、あの、そこからというもの、私はずっとひな壇にいました。はい。うん。あの、ずっとひな壇です。はい。見つけてくれました私、ひな壇でね、ずっと一人で,でやってましたよ。皆さん、気づいてくれました ひな壇に結構いたんです実はお団子で <laughs> そうそこから結構ね私ちょうど多分前半に曲出演曲があったので後半がもうががら空きだったんですよそうだからねひな壇に私はいたんですけど気づいてくれたかな <laughs> あ嬉しい結構ひな壇気づいたよって方が多くってありがとうございますなーら部さん コウモリありがとうございますそうひな壇芸人 <laughs> ひな壇芸人そう頑張ってましたそうです気づいてくれたよかったそう本当にね結構ひな壇多分皆さん出演曲が多くってそうちょこちょこ多分2人とか23人とかしかいなくってそうエリーさんと最初一緒に行ったりそうして あとぴょんさんといたりとかもしてすごいなんか新しいメンバーさんというか今まであんまり絡めてなかったメンバーさんとひな壇で2人っきりになってなんかちゃんとしっかりお話できたのがすごい嬉しくってエリーさんも,もうずっと話しかけてくださって楽しいなんか幸せなひな壇でした私は。そう 1>, <laughs> 1人だけいるなと思ったらひがちゃんだったそう本当に私1人だけだけったんだよそうでもすごいやっぱ間近でねそうやってメンバーさんのパフォーマンスとか見れるっていうのはすごいなかなかないですし本当に表情とかもさやっぱりカメラでで抜かかかれてる時しか知らなないいじゃないですかでも間近で見てるといろんな方の表情が見れたりとかあと後ろ向いた時に目が合っちゃったりとかそういうなんか。 ひな壇ならではの楽しさだったり学びがあったので本当にひな壇ってめっちゃいいなって思いましたずっとずっと痛いって思ったぐらいひな壇ってすごい大切だしあとファンの方からしてもきっとひな壇の子を見てるだろうしそう <laughs> まなんですよね残念ながら私の特権だったんですけれども。 そう本当に特等席だからね皆さんも座ってみては <laughs> そう本当にひな壇は素晴らしいですねめっちゃ間近でしかもねこうやって手振ったらファンサーいただけたりとかそうすごかった本当にやっぱり表現力とかそういうのってすごい学びが多いですねこういう方は。 こうやっってて表現されてらっしゃるんだとか後ろ向いた時みんなこんな感じなんだとか <laughs> そうなんかいろんなことを知れましたそう学びですね本当にだからひな壇とっても楽しかったですしあとファンの方もね近くで見れたのでそうたまにちょっとファンの方にファンさせちゃったりとかしてそうそんな感じでで私あとその後は第2位かな そう第2位の「誕生日の夜に」にはいみんなで踊ったんですけれどもあの楽曲もね私今回初めましてだったんですけどあの楽曲私結構大好きでそうあのちょうど私10月誕生日だったじゃないですかだからその「誕生日の夜」って「ハーピーハーピーバースデーイツーユー」っていうサビなんですよ。だから 私ってっててて一人でなこれ私に向けての楽曲でいいのかなと思いつつそう私もハッピー,ーハゥピー,ー,ー,ユ,ーユーってやろうかなと思ったんですけどまあはいユーっていうやり合いましたはいちょっとこうの指をこうってやったんですけれどもそうだから私は結構好きなんですよねそうねなんだっけな そうよ私が主役だわ」っていう歌詞があるんですけどねちょっと主役でした私「t o m e でしたそう「t o m e そうねでもあの曲すごいかわいいしそうね日かに向けてかもねねそうだよねあでも私も10月誕生日だよ 可愛い,い私のためでもあるねだから10月誕生日の人向けだねそう主役みんな主役だったのそうだからそういうこと <laughs> そういうことですよそうなんですだからみんな主役だったの10月生まれ以外も,もう誕生日近い人一年中誕生日近い人みんな主役だったのだからみんな主役だったのそうすごいいいなって思いながら披露してましたね、はい、そういういことを でそうででねあのー、321とランキングがあって3位がシーズ・ゴーンで2位が誕生日の夜で,で1位でね「もう何何何?」ってなってたじゃないですかみんな1位なんだろうと思ってねそしたらねもう会場がね「青」なんですよあ発表されてないですよまだ曲はねはいあの「1位は何だ何だ」ってなってる時にも,もうもう視界が青えー、って もう青青やん青ですやんですと思ってまあ、しっかりね1位は「はい夜風の仕業」ということで <laughs>、はあ、思い出すだけで本当にもう感動してしまうんですけれどもはいねゆきりんさんのねソロ曲ということでもう美しすぎて出てきた瞬間ももう。はあもう すごすぎて美しすぎてて美しもうみんなもうポカーンってもうあーってなってましたそうでしかもねあの真っ白の衣装でで頭にお花の冠かなをつけてらっしゃってそうだからさもう。 美しいと寂しいともうすんばらしいというかその尊敬でも、ね、いろんな感情が出てきて「ゆきりん様」っていう気持ちでした本当にねえもうすごかったやっぱり引きつける力が本当に多分誰にも真似できないぐらいあるなって改めて感じましたね本当にもうプ,プロ ププロロ中のプロだなって本当に思いましたすごい。あと歌声がねあのイヤモニから直接聞こえるんですけどもうもうすごかったですね本当に。ねえめっちゃ感動しましたよね。だから改めて逆にこんなに素晴らしい方と私は今まで会話をしたりとか一緒にパフォーマンス できてていたのと思っ思すごいもう一回一回のステージを大切にしたいなと思いましたしもう改めて本当に尊敬の気持ちが出てきましたねすごかったもう本当に私もいつの間にかもう引きつけられちゃっててもうファンファンですうん大ファンです本当に なんかねもう光ってたんですよ本当にこれ光ってたんですもう光ってたよねもうピッカピカうんまぶしいっていう感じでまぶしいっていう感じで本当にねそう,そうなんですそうで私はねやっと最近ゆきりんさんとお話しする機会があってそうあの 「アウト・オブ・フォーティエイト」でゆきりんさんの見届け人としてあのずっと長いことをしてくださっていたので,そうで最近もゆきりんさんに直接聞いたりとかいろいろあったんですけどもそうやっとゆきりんさんとお話できて少しずつちょっとゆきりんさんと距離を縮められてるかなって思ってたんですけどねそう。卒業発表 されちちゃってでその時ちょうど1日目だったじゃないですかそうだから私新幹線の中でそれ知ったんですよ。えっで気持ちを共有したいのに周りには誰もいないから私はもう窓をこうやってもうた一人でたそがれてました窓の反射の自分を見て頭の中は夜風の仕業ですよもちろんもちろんねうんもちろん夜風の仕業が流れてます。もう っていう感じでしたね本当にあの時の気持ちはどうどうすればいいのかって一人でなってました、はい、もちろん黄昏れてましたよもうねーね、はい。そうだからすごい本当に寂しい本当にこんなもう冗談ですか、ね、もうこ,こんなにいいんですこんな話本当に寂しくってなんかもうまず実感がわかなくって今も実感湧いてないんですけどうんなんか ね、その夜風の仕業を見て本当にこの方がずっと AKB にいてくださったおかげで私たちもこうやって今その歴代の楽曲ができてたりとかそういう思いをつなぐことができてたんだなと思って本当にいなくならないでほしいですって本当にずっと思ってましたはい本当,本当に本当に本当に というねだから本当に本当にって言い過ぎなんですけれどもこれからねユキニんさんと一緒に立てるステージが本当にもうあとわずかだと思って一個一個のステージを大切に、はい、していきたいなと改めて感じましたね。うんうん、という感じですね。そうでその後アンコールは「知ったかぶりのその下にアンダー2 2 アンダー22の選抜の楽曲「はい、知ったかぶりのその下に」をやらせていただきましたあの曲もね青春感あふれていてすごい好きなんですよでこのエピソードがあるんですけれどもあの MV の時とね衣装と靴とかが多分一緒だったんですねで、ね、まあ、衣装は真っ白じゃないですかであの真っ白でその MV の時に泥の上でねパフォーマンスをしたんですよ皆さん気づきました そう実は下が泥んこでですしてねもうぐちょぐちょだったんです下がもう土でど泥でその状態で踊ったんですけれどもそうもう真っ白の制服にめっちゃ泥が飛び散ってたんですけどあの時は泥がもうなくって綺麗ま真っさら真っ白えー、すごいと思って感動していたらあのー、靴下ね靴下も履こうと思ってね履くじゃないですか。 なんか黄ばんでるなと思ってねじゃあ靴履こうかってなってね靴履くじゃないですかなんか黄ばんでるなと <laughs> なんか黄ばんでるなとそうだから本当に多分この上は多分落ちたんですけど、まあ、靴まではちょっとまあ残っててでもそれが逆に私はなんか嬉しくってなんかエ,エモーショナルなまあ、いわゆるエモいですねエモい気持ちになってえ あの時の頑張りがまだ残ってるってなって私はね私の黄ばみじゃないよあの皆さんあの私の黄ばみじゃないですはいあの泥ですえこれどどド,ド,ドですという感じでそうだからもうわーみたいな思い出がそう衣装に染み込んでたのその思い出の染み込みが私の心にも染みたので今この話を共有してあなたの心にも染みたのでは ないでしょうかという感じでそうめっちゃねなんかうわーあの時頑張ってよかったと思ってねそう実はあの MV もすごい大変でねそう下,下がぐちょぐちょっていったじゃないですかだからとっても、あのー、ぬかるんだりとか足が滑ったりとかすごい踊るのも大変で何回も何回もやっぱ MV だから撮り直すのでもう何回も泥が飛び散ってうわってなりながら。 踊ってたんですけどでもそんなのは顔に一切出さずみんな頑張ったのでまあなんか頑張ってよかったなと思いましたし今もそうやって残ってるあの頑張りが残ってるんだと思うとなんかしみました本当にうんそうですはいという感じですねあの曲もめちゃめちゃいい曲ですよね <laughs> 皆さんたくさん聞いてくださいえっと そうここに収録されてるので是非聴いてください2曲目かな「アイドル」なんかじゃなかったらの次に「知ったかぶり」のその下に入ってますので是非聴いてくださいたくさんはいという感じです。はいという感じであのー、1日目は。 2日目だけど私にとっての1日目リクエストアワーは終了という感じになりますさあ残るは3日目ですよね、はい、3日目 <laughs> 3日目はもう何よりこの3文字ですよね「うん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 」というね「うん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 」「はいなんだはいなんだ」「ネプリーグですこれはいなんだ」 AKB48 のネプリグ出てましたね見ました皆さんもうね皆さん天才すぎてすごい私じゃ出れないなと思ったんですけど本当にこのこ,これで AKB が頭いいよって広まりますよう、ね、にはい、はい、皆さんネプリグです3文字を埋めよう、うんうんうん、うん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 いやキバ見ちゃうキバ見ちゃいますうんやめてくださいあの違いますうんうん違います うん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 ですね。まあ最初の文字はしですね。しうんですね。しうんうんですね。あの漢字漢字三文字です。ひらがなで言うと、ちっちゃい文字も入れたら六文字です。さあわかるか。うんうんうんです。し、うん、うんうんうん。なかなか皆さん難しそう。 あ新体制、惜しい新体制でもあるんですけどね。新体制ももちろん。そう、新体制のね、コンサートだったので、そう、新体制もありますね。新幹線、うん、関係ないです。うん、それ今日の私ね。輝きちゃんね。うん。新幹線ちゃいます。新幹線ちゃいます。知ったかぶり。うん、あの、文字、字余りしすぎということでね。あ、ついに出ましたね。そうです。新衣装です。 わーいそうです新衣装あの私初めて自分のオリジナル衣装をいただいたんです嬉しいそうなんとしのぶさんがね一人一人メンバー一人ずつにちゃんと新衣装をくださって皆さん見ましたあの新衣装

オリジナルのその衣装でうわーと思ってもう嬉しいってなったんですよ。そうでねまずその時点で嬉しいじゃないですかもう,うわーもう初めてやと思ってでその時にあのちょうどなんか髪飾りとかが決まってなかったみたいで,でそこに忍ぶさんがいらっしゃったんですねね忍ぶさんがこのいろいろ話しかけてくださったんですで 今日どっから来たのとか言ってくださってあ、福井ですって言って福井からみたいなではいとか言っていろいろお話しさせていただいたんですけどで髪型はどうするのみたいな3日目のオープニング衣装だよって言われてあ3日目決めてないなと思っていやまだ決まってないんですよって言ったんですよでそしたらなんか新しいグループ入ってるよねって言ってくださってえと思ってえちょっと待ってくださいそんなことまで把握してくださってるんですかと思ってえみたいなはいみたいな 入ってます「えー、知ってくださってるんですか?」って言ったら「ふんみたいな「うんふんうん」って言ってくださったんですよ。で「えー、いやありがとうございます」って言ってね「そしたらあの時は髪型何してるの?」って言われて私はこのマジで今のこんな感じそうストレートで若干レイヤーが分かるようにしてますって言ったのね「そうストレートです」って言ったの「でストレートフォローしてって言われて「はい」って言ってでそしたら。 あじゃあそれで行ったたがいいいよみたいなそれでその知ってくれてる方もいると思うから「それで行こう」って言われて「はい」って言ってね「じゃあ何がいいかな」みたいなこと言ってくださって「うーんベレーだね」って「ベレー似合いそう」って言ってくださったんです。キーキーっていう感じでもう似合いそうって。 <laughs> しかもあんなもうすんばらしい方に似合いそうって言われてもうもちろんで私はもう「えういいんですか?」って言っちゃいましたよねもちろんね「いいんですか?」ってベレー帽使って「え,えいいんですか?」って言ったら「うん」っ <laughs> て「いいんですか?」と思ってねでだからフィッティングの時はちょうどそれがなかったからベレー帽が。 ままだ完成未完成だったと。未完成の状態でも。めっちゃくちゃにね。可愛かったんですよ。あばんぼしさん。なんだ。これはくまたわん。お化けたわ。ありがとうございます。可愛い,いありがとうございます。ありがとうわ。そうだから本当にありがたわという感じで、もうめっちゃ可愛い。衣装にそんな可愛い帽子までと思ってね。 で本番ワクワクして、まあ、もちろん髪型もちゃんとおろしでね、おろしストレートでやって、行、まあ、くじゃないですか。で、帽子かぶるじゃないですか。でもかぶる前からね、もう帽子自体が可愛いいんですよ。もうキラキラついてて。えみたいな。で、しかも私が思ったのは、ピンクの衣装だったじゃないですか。そこにその小物を、青をぶち込む感じがすっごい。 センスの塊だなと思って私だったらそのピンクにはまあピンクかなって言っちゃうんですけれどもそこにその青あの深い青をね持っていく感じがスタンディングオーションっていう感じでもうハイセンスそうハイセンスかわいいってなってねそうピンクとコーンそうもう絶対かわいいじゃんそんなの。 もう分かりきったことだったんだけども可愛さにびっくりしちゃってねでかぶりますよねかわいいってねそうもうサイズももちろんぴったりですよかわいいってなったんですよふ普段も,もうなりますよもちろんねあの衣装着させてもらってもう一生かわいいんですよで いやちょっと今日のかうちかわいいんじゃないっても毎回思っちゃってるんですごめんなさい実はねコンサート着替えるたびにちょっとかわいいんじゃないかなってちょっとかわいいな今日って思うんですけれどもあの今までで感じたことないぐらいえ可かわいいってなったんですよえめっちゃ今かわいくない私めっちゃかわいくないって誰かに言いたいくらい本当に思ったんですだからもう多分私ニヤニヤしてたんですずっとなんかもうずっとこんな感じ ってぐててらい本当に可愛いくってねえっ当だよもうめっちゃ可愛かったのもう自かじさんさせてくださいごめんなさいめっちゃ可愛かったの自分 <laughs> その時の自分がすんごい可愛くってえー、かわいいーってなったんですよそうだから写真もね結構自信満々な顔してるので是非インスタグラム覗いてくださいフォローもしてくださいっていう感じであのそう本当に可愛くって でレミたんにこうやってこの店に行ったの「レミたん見て!」って言ったら「かわいいね!」ってくれて「やっぱり!」って言ったんですけどそうでも本当にみんな可愛くってそう私だけじゃなくて本当にみんな新衣装着てるみんなが可愛くってしかも一人ずつね形も違ったりやっぱ平アアクセも違ったりとかすごいやっぱりもう忍さんもだし衣装さんって本当にすごいと思ってね。 一人一人に似合う衣装だったりそういう髪飾りだったりねもうかわい,いさんの塊でもうみんな見るたびえ可かわいいなとかああかわいいなと思ってスマホ見て自分写ってかわいいねってもう本当にかわいいなってなってましたそうだからすごい自信がグンって上がりましたもう 衣装を着ただけですっごい自分に自信ついてやってやるぞとかもう絶対ファンの方を魅了するぞっていう気持ちになれましたはい最高でしたお皆さんハートとかギフト可愛い,いもんありがとうございますそうで私はねその好きだ好きだ好きだから入らせていただいたんですけどもそのね好きだ好きだ好きだってね好きなんですよ うん、もう好き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 大好き大大好き愛してるなんですよねほぼうんそうなんです愛してるっていう楽曲なんですけども <laughs> あの「愛」ってやっぱピンクじゃないですかピンクですよねで衣装ピンクですよね <laughs> いいんですかっていうあの伏線回収ですかっていうぐらいあのええみたいなうん こすごいいいですかマッチしちゃってという感じでそうだからもう今までの好きだ好きだ好きだよりもっと好きっていううん多分好きだ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 4つ好きがついてたぐらい多分今回の好きだ好きだ好きだは好きでしたうんどうでした皆さん見つけてくれました私ベレー帽で今回レミたんがセンターでその横にね私いさせていただいたんですけど 見つけてくれたどうだったもうあんなピンクの可愛い衣装でさ好きだ好きだ好きだっていう可愛い曲をさできてさそうねえ多分今まで以上に多分一番も「恥ずかしさ」<laughs> 本当にもうね自分が好きだし皆さんも好きだしでも好きっていう気持ちを込めて。 はい踊らせていただきました。好きだなところとかもね。そう。え嬉しい見つけてくれてるみんな。よかった。お俺もって叫んだよだって。嬉しい。俺も。聞こえました。<laughs> ありがとうございます。そうだから。そう本当に良かったです。好きだ好きだ好きだをできて嬉しかったです。 ね、もう本当に写真もね撮りすぎなぐらいもっと撮りたかったんですけどそうやっぱオープニングだったから時間がなくってそうでもたくさん全身とかも写真撮ったのでそうあと衣装細かいのが AKB48 で書いてあるんですよ実は皆さんよーく見てください書いてあるんですだからそちらも是非インスタグラムやツイッターの方から <laughs> ご覧ください <laughs> お待ちしておりますっていう感じではいオープニングは そんんんなな感じなんでですすけれども、あのーね、だから新衣装っってて私初めてだったんですね先ほども言いましたが初めて自分のオリジナル衣装を作っていただいたのでやっぱりこんなに嬉しいんだというかより一層選抜に入りたいなって気持ちも増えましたしそうやっぱり何よりこうやって素敵な衣装を毎回毎回のステージで させててていいいただいてるっていうことは本当にそれだけ多分衣装さんの思いだとかその歴代の先輩方のその思いを引き継いだ衣装ですからだからより一層ね本当に一つ一つのパフォーマンスも上げていきたいしその衣装を輝いてる衣装をねもっと輝かされる輝かせるさ,させられるような人になりたいなって改めてはいその衣装をもらってきて感じましたね。 うん、でもやっぱり衣装の力ってすごいさっきも言ったんですけどめっちゃ可愛くなるんですよ一気にねそう自分が輝いて見えるしだから本当に描いたんですけど魔法にかけられたみたみいなんですよ本当にそう魔法にかかっちゃうんですよねだからこれからも「魔法」にかけられ続けます その魔法をもっともっと皆さんにもかかるように私は頑張っていこうと思いますので、はい、何とぞこれからもよろしくお願いしますぺこしのぶさんがツイッターにもあのレミヒュー徳川レミヒューのお写真を載せてくださってあの本当に私はもうはいもう幸せですねありがとうございますしのぶさん本当にあ嬉れしかったんです私もう本当に頑張りますまた はい <laughs> <何卒> <laughs> よろしくお願いしますという感じです。はいでその後はね、あのー、ちょっと変わった選抜が始まりまして秋選抜と私は芸術選抜に、はい、出させていただいたんですけれどもあの秋選抜っていうのは秋誕生日の方そ,そう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 を集めてした楽曲だったんですけど「ある日冬に」という。

言っってなかったかなかかたあんまり言ってなかったんですけど今回私リハーサルに一回も参加できなくって、うん、ななんどういうことって感じだと思うんですけど本当にあの学校が忙しすぎてちょうどねテスト期間だったんですよ学校がねそう皆さんメールを読んでくださった方は分かると思うんですけどテスト期間と真っかぶりで <laughs> そうだからテスト弁もしないといけないしテストも頑張らないといけないし 振りも覚えないといけないしリハーサルも参加できないしえー、みたいな感じではいなんと私はノーリハーサルでしたはいだから全部多分2曲ぐらいしか振り入れなくってほぼ全部地おこしですっていうのだけは先に言っておきますはい実はね <laughs> そうだから実は裏でめっちゃ頑張ってたんです あんなねさっきまで「もうめっちゃ自分かわいい!」とか言ってるんですけど結構あの内心ほんまにやばいっていう感じだったんですけどそう頑張ったんですでそうだからこれは本当に難しくって地を越してもめっちゃ時間かかったかなこれはそうそうだからもう必死に何回もねだから動画見たし移動中とかも本当にテスト期間中ももうできる時は移動してる時とか暇な時は。 その動画見てとかすごい頑張って両立してたんですけどそう、だからその中でもすごい難しい楽曲ででも個人的にできてからはその振り覚えてからはすごい楽しくってえ、音ハメ気持ちいいってなってましたねそう、すごい頑張ってよかったなって思いましたしそう、先輩方ともね一緒にパフォーマンスできてそう、特にねこみこみさんとあの、 ちょっとポジションが近くってそうめっちゃめちゃこういうなんか肩を持って一列がなこうやってやるふりがあるんですけどそこの,その横がこみさんでそう「私ここ入るから開けといてね <laughs>」って言ってくれて「はい開けときます」って言ってねそうでこうやって開けて横並んだらニコって笑ってくださって私の横で「え、ね、あんな可愛いお顔に微笑まれちゃって「いいんですか?」っていう感じでまたもう <laughs>。 でも感じだったんですけどもねそうだからすごい覚えてよかったなって思いましたし頑張ってよかったなって思いましたでその次は芸術選抜で青春ダカーポをやらせていただきました青春ダカーポもねめっちゃ難しいんですよこちらは額縁を使ってこうやっていろいろなんか動かすんですけどなかなかね額縁が結構重たくって うえーっと思ってそうすごい苦戦したんですけれどももうね絵画の気持ちでちょっと絵,絵になった気持ちでねやらせていただきましたはいいよねそう私またまたベレー帽で実はじゃ1日に2回ベレー帽をかぶったんですよ そう最近ね私服でもベレー帽をかぶるようになり結構ベレー帽がマイブームになっているんですけれどもそうだからすごいピンクのねベレー帽でめっちゃ可愛かったんですそう嬉しかったです見つけてくれましたあ嬉しい様になったよよかったありがとうございますそうだからねすごい良かったと思いましたねうん。 そうでその後は MC に出させていただいてそうでねそのズンちゃんさんが「ひゆかちゃんって運動先発っぽいけどね」みたいな「元気だし」みたいな「明るいし」って言っていただいたんですけれども「あのノット!」ということでね皆さんびっくりしたでしょう「ノット!」っていう感じであの本当に私運動音痴なんですねこう結構言われるんですよ「えひゆかちゃんって運動神経いいよね」とか「走るの速そう」とかね え何でもできそう!」とかなんか結構いいこと言っていただけるんですけど「ドンット!」っていう感じで本当に何もできなくってびっくりするぐらい運動音痴なんですよはい全くできないんですだから走るのも遅いですしあの特に球技がすんごい苦手でそうバスケとか、まあ、バレエは最近よくやるので まだ大丈夫なんですけどそうサッカーとかも多分得意じゃなくってそう悪いんですよそうだから芸術だからゆっくり私はねのんびりマイペースに絵を描いたりするのが好きです動くとかよりものんびり「今日も鳥さんが美しいやね」描書いたろかな思ってねで黄昏れるっていう。 ってなるのが好きなんですよね。始球式は良かったよあ、本当ですか良かったちょっと運動音痴が出てなかったみたいでありがとうございますそう始球式はねもうたくさん練習しましたからもうあのフォームからもキリッとねいや良かったですありがとうございますそうだからダンスも正直全然得意じゃなくってはいだから頑張ってますっていうのだけお伝えしておきますね <laughs> 誰やねんって <laughs> 書いてありますかなっていうはい、いつもそんな感じでございますそうだから芸術選抜と秋選抜でしたでその後はユニットかなくじ引きユニットそうでこのくじ引きもなんと私はまた引けなくって学業で参加できなかったのでそうだからスタッフさんかな 誰かが代わりに弾いてくださったんですけれどもなんと7人組のユニット結構良くないですか嬉しかったんですけどそう7人ユニットに選んでいただいてそのスタッフさん見てたらありがとうございますそうでなんと屋上から先ぶ屋上からめっちゃ可愛くないですか屋上から先部も。ねの 山口ゆいちゃんんことゆいちーだったんですよゆいちー <laughs> ゆいちお姉ちゃんは本当に嬉しかったゆいちがセンターでその横をね私がね出させていただけるなんてと思いましたよそうゆいちは昨日あのツイッターにな,なんだっけなひゆお姉ちゃんだったかなひゆ姉ちゃんがなんか。 もうめっちゃ意味わか,かわいいかわいすぎるだろうっていうことをなんかね出していって本当になんかど,どうしましょうみたいなそうえかわいすぎでしょみたいな「うみたいなそう「ひゆ姉ちゃんか」<laughs>「えみたいな「ひゆ姉ちゃん」「えみたいな私はそう正直 AKB48 最年少入った時がちょうど最年少だったんですよ。 だから本当に私が先輩になったっていう実感が今まであんまなかったんですけど結一が来てからもう姉じゃんってなりましたねそうもうひゆいちですひゆいちいいねひゆいちですぜひ皆さんよろしくお願いしますそう比喩姉ちゃんって <laughs> かわいいねーって「ゆいち会いたいです会いましょう」 ユイチ、そう、全体良かったよね。<laughs> もうだ誰誰親戚のおばさんも良かったねユイチちゃんね。後ろから見てたんだけどね。素晴らしい、もどどとしてね。い,いよユイチっていう感じでね。いやいっていう感じで、もう本当にすごかったわ。後ろから見てても。 ー唯一センターでよかったなと思ったしそれをちゃんと後ろから見守らせていただけたっていうことはすごい幸せだなって思いましたでしかもあの新名で徳川でしただから結構ね今回のユニットはすごい皆さんにとって熱いっっってななたたユニットだったのではないではしょうかそうもう,う,うちらも「え新神って言って「運命じゃん!」って言ってたんですけどそう徳川新芽でねやらせていただいて。 そうで歌割りがね「誰かといたって話すことが見つからない」だったんですよ。で「見つからない」でレミとこうやって向き合ったんですけど映ってたかな結構不安2人でね「えここ絶対やってみんなに驚かせよう」とか言ってたんですけど映ってましたこ,のこうやってやってるとこちょっと映ってほしいんですけれどもはい。 そう徳川でねまさかの神明そう運命感じちゃったよねそうびっくりしましたでも嬉しかったそうみんなとねできて嬉しかったですありがとうございますそうそんな感じでくじ引きユニットでそこからは後半ブロックで私は必然性とあのあれちょってまた言うね 恋人いない選手権と大,大騒ぎ天国でしたはい必然性めっちゃいいよねなんか必然性の歌詞めっちゃしみるんですよねうんいいよね必然性全てのことに理由があるもう いいよねわかります皆さん皆さんも一回聞いてみてくださいたくさんめっちゃいいんですよ全然あの最初のねイントロの曲も好きでいやそう AKB4 っていうといい曲しかないんですうんそう全部い,いいんですよだから私が「あのいい」って言わなかったやつはあの当たり前に「いい」のであの全部「いいんです」だから言わなくても「いいんです」 うん、で全部いいんですという感じでそうね素晴らしいよねここの音ハメも好きだしそう素晴らしかったですねでその後 恋人い選手権出させていただいたんですけれどもあの曲ね結構私好きなんですよね <laughs> はいあのう,うん好きなんですこのこのぞく感じとかも好きだし「う,うんうんう,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 んうんっていう感じもすごい好きですねはい <laughs> すごい好きです ねねっちゃいいですよ、ね、そう「君のこと」<laughs>「急がなきゃ」という感じですねでもあれはねちょっと大騒ぎ天国味を感じますね私的にはすごいちょっとノリノリになっちゃうというかそういいですよねあれもまた披露できる場があるといいなと思いますうんうん そして本編ラストは「大騒ぎ天国」ということでもう大騒ぎしちゃいましたか皆さん本編最後私はもうねもう本編最後と思いながらも楽しんでましたね3・2・1アイって言ってもう,うい <laughs> 右から左後ろから前下から上大騒ぎうわーって大騒ぎしてましたけれども皆さんはどうでしたか大騒ぎしてくれました <laughs> お騒ぎしてくれてたら嬉しいなと思います、はい、そうでそれで本編は終了でしたねいや本当にあっという間でしたえもうやばい本編終わっちゃったと思ってね三3日目で本編終わったのと思って、まあ、そっからダッシュでアンコールでそうなんと今回アンコールの メイン選抜っていうのかなかなに選ばれまして本当にありがとうございます本当にもうねねありがとうございます本当に皆さんの応援のおかげでございますということで一発目の猫アレルギーから私は参加させていただきまして猫アレルギーの歌詞かわい,い キキュンキュンンなのこれレミとも言ってたレミ,たん,あのレミたんも今配信してるみたいだから伝えてほしいんですけど「レミたん猫アレルギーの歌詞めっちゃ良かったよね2人でキュンキュンしていたよねどうぞ」って感じで、ね、あのそうレミたんと一緒に話してたんですけどそう猫アレルギーなのに君が好きだから目も痒いしくしゃみも出るけどでも君が好きだからっていうあのねーなんか素晴らしいですよねうん。 あととにかく振りもかわいい猫アレルギー僕は猫アレルギーもう、ね、あの時もう猫が大量発生してたんですよかわいいですよね「あったけどかわいい猫がいるよね」って言ってね「猫いるんですよ」っつって「見せられると猫肌ってアピールして」 抱いかわいえ可愛すぎませんねでそこからみんなの猫タイムが始まってもうかわいじゃないですかで最後もみんな一列になって猫で終わってどうでしためっちゃ可愛かったよねにヤ <laughs> ーって感じだったよねそうだからすごい可愛かったです私も可愛く慣れてたんじゃないかなって思いますでそこから撮影タイム そう撮影タイム皆さん素敵な写真をたくさんありがとうございました本当に嬉しかったですもう,うわいいいいってなりながら保存させていただきましたありがとうございますそう靴ひもの結び方だったんですけどそう皆さんがねもうきたという感じでねカメラを出してくださってねそういっぱいいっぱいアピールしたんですけれどもどうでしたか見つけてくれましたねそうだからすごい。 いいよね撮影タイムってやっぱみんな嬉しいし撮られる側私たちもすっごい本当にね皆さんが撮ってくれる私が一番可愛いんですよねどう考えても一番幸せそうだったしうんって思いましただからンンですよねお互いい嬉しいしそう <laughs> そう多分遠かった方もいらっしゃると思うんだけどねもうめっちゃその方もね いいカメラで撮ってくださってもう皆さんちゃんと撮れてましたもう最高でしたありがとうございますそう嬉しかったですそうで靴ひもの結び方も歌詞が大好きであのあそこです「靴ひもどうやって結ぶのか僕はうんううそう不器用に人の真似なんかをしなくていい」 自分らしくもう私ももちろんなんですけどやっぱりなんかこの子いいなと思ったらこの子になりたいな、まあ、でも憧れのはもうその真まねとかじゃないですけど憧れたりするじゃないですか憧れて、まあ、この子と同じにしようとかあこの子と一緒じゃないととか思うんですけどでもね不器用にそうやってね 人の真似ななんかしなくていいよって自分らしくいていいんだよっていうその歌詞がすごいあったかいなと思ってでも,もしなんかそうやってね悩んでる方とかはもちろん自分含めですけどそういう方にこの曲すごい届くといいなと思いながら私は思いましたね。うん、のヒロさん木ハロウィンの木だよね。ありがとうございますかわいい。 タワーありがたわーハロウィンハロウィンのありが tree tree thank you tree ありがとうございますそうだから靴ひもの結び方はそう思いながら歌ってましたねはいそうでそこからそこから来ました generation change <laughs> もうこの楽曲もねすごいもう今回のコンサートが「新体制の AKB」ということでそうだから本当にこのこの曲がバシッとそのテーマというか今回のコンサートの3日目に合ってる曲だなと私は個人的に思っていたのでそう新体制ねジェネレーションチェンジそう,そうですよね。そうだから私は バッキバキに踊らせていただきましたもう躊躇なく踊らせていただきましたねもう全身全霊ではい「僕が行かなくちゃ」<laughs> もうねもう行かなくちゃってもういう気持ちで踊りましたよ <laughs> そうそうねそう本当に 新にねそう時代がね来たぞという感じでそうバキバキに踊りました気づいてくれたかな <laughs> 見つけてくれたかなそうあの私ちょうど髪の毛をこの,この髪の毛だったのでのこうやってやってこうやってやる振りがあるんですけどその時にもこんなんなっててこ,これ本当にで私も <laughs> 首振っても「 <laughs> って直したんですけどそうねそれぐらい私は本気でやりましたはいそういいですよねあの楽曲もすごいもう先ほども言ったんですけどこの AKB 今の AKB はこうだぞっていうのを見せつけるのにふさわしい楽曲だったなって思いましたねはいそしてラストは てる <laughs> あの <laughs> 皆さん聞いてください落ち着いて落ち着いて皆さん落ち着いてくださいあの私サステナブルずっとやりたくってあの正直言って私めっちゃめちゃに大好きな楽曲なんですよそう知らなかったでしょ実は超大好きでもうずっとサステナブルやりたい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 と思ってたんですけど なんか偶然私その「サステナブルを」をコンサートでは披露していたんですけれどもあのちょうど私はその曲に出ないっていうことが多くって初めてだったんです今回うんそう意外でしょ初めてだったんです「サステナブル」ずっとやりたかったのにだよでやっとついにしかも最後の曲で大好きな曲で締められての本当に嬉しかったです 皆さんあの歌詞聴きましたサステナブルめっちゃ可愛いんですよもう私の知ってる AKB とかもう「t h e s あ n も「ああってもう「あってもうその <laughs> 歌詞をこの歌を聴くだけでも情景がもうパーって広がるようなそう大好きでそういう楽曲もうねやっとできたと思って「あれっきりー」 これっきりそんなの悲しすぎるじゃないいや悲しいんですよだからあれっきりこれっきりは嫌なんですもうずっと一緒にいようっていうことですよっていうのをねファンの皆様にぶつけていました伝わりましたか、はい 僕は変わらないゼなんですよね、e、ゼーといいゼなんですだからほんともうゼの時にもう嬉しかったですねもうって最後のずっともう大好きなやっと言えたって思ってねずっとって感じでしたねもうずっとやりたかったし皆さんにもずっと会いたかったしもいろんな意味のずっとでしたもう うんずっとじゃなくてずっとわーでしたね。はあ良かったという感じで落ち着きました。はい。そう本当に楽しかったですね。私もうやっとできたと思ってね。うん。あテレオさんお化けありがとうございます。そうだからもうずっとわって感じでした。どうでした皆さん皆さんもずっとわって感じでした。 そうということで何度の武道館3日間無事何も体調不良も怪我もなく終わることができました <laughs> わ幸せな私は実質2日間でした、えー、皆さん本当に見に来てくださった皆さんそして配信でご覧になってくださった皆さん本当にありがとうございましたえー、ねそうプラメにもいっぱい書いちゃったんですけど 今日改めてねちょっと自分の気持ちをこの感情ごとく表現できたのがすごい嬉しかったです伝わりましたか皆さん <laughs> すごい嬉しかったんですそう本当にコンサートもお久しぶりだったしお話し会とかもそのオンラインではあったんですけど直接ねこうやって会える機会がなかったので本当に久々に皆さんともお会いできましたしそうこれからの AKB もお見せできたかなって思いますね あとはお知らせでね新公演も始まりますしそして19期生の応募も始まりましたしすごいだから本当に新しいことがこれから AKB48 は始まっていくわけでなんかいろいろねその不安だったりゆいゆいさんも言ってらっしゃったんですけどなんか毎回進むたびに壁に当たっちゃったりとか不安になることもあるんだけどやっぱり今の AKB がすごい大好きでこれから新しいこともどんどん始まっていって。 不安ももちろんあるけど楽しみも絶対皆さんあると思うし私自身もねどうなるか分かんなかったりもするけど楽しみなんですとりあえず新しいことが始まるってやっぱりいいことだしワクワクするじゃないですかそうだから楽しみだよねっていう気持ちを今日は共有しようと思ってはいこの楽しいテンションのままこの武道館のテンションがまだ下がらない余韻のまま はい今日は配信をさせていただきました皆さんたくさん見てくださってありがとうございます、えー、またねこれからも AKB48 の応援をどうぞどうぞ何どうぞよろしくお願いしますそしてコンサートで見つけてくださった方そして今この配信を見て坂川ひよこちゃん気になりますねってなった方ぜひ Twitter Instagram、えー、TikTok もやってますし Weverse とかプラメも ございますのでぜひぜひそちらもよろしくお願いしますそしてお話会も募集募集っていうの握手会お話会どちらも <laughs> もうこの要因で話したいよって方だったりコンサートの感想言いたいよって方だったりもうとりあえず会いに来たよって方だったりちょっと気になってますねっていう方だったり来てください <laughs> お待ちしております、はい、あちなみに初めての握手会なんですよ次今週末がなので皆さん握手しに来てくださーい初めてですあちなみにあのー、10月ということでセー,タティーをを着てて握手会をしようと思ってますぜひ皆さん生誕ティー持ってる方は来て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 くんきつい来てくだされば <laughs> 嬉しいです皆さん来て来てくださーい お待ちしてます <laughs>。つまり全員こうそうですね。あの今見てくださってる。8491人の方はね。全員来てください。はい、全員ね。握手会お待ちしてます <laughs>。はい。ということで最後に告知をさせていただこうと思います最後にあのお話し会はもちろん、その sns のフォローとかいいね。とかも皆さんお待ちしております。で、そして。 えー、11月3日アンレイムのファンミーティングがございますはい是非そちらもね2回目のファンミーティングまたまた盛り上がること間違いなしだと思うので是非会いに来てくださいそしてその次11月4日にはバズリズムライブもございます、えー、そちらもですね本当に大きいステージになっているのでアンレイムでね頑張っていきますので是非そちらもお楽しみにしていてくださいそして11月5日かなは 花屋敷のイベントがございます。はい。だから、あのー、ね、3連続3日間、はい、なんですよ。3日間、私と会えちゃうんです。私を見れちゃうんです。だから、皆さんぜひ、待ってますよ。 会いいに来てください、ね、でもしいやその3日間どれも行けないなーっていう方お話し会ありますよということでねお話し会ぜひお待ちしております <laughs> 会いましょう是非会えないよそれでも会えないという方私の SNS フォローしちゃいましょうよっていう感じですよはいプラメ登録しちゃおうよって感じですあちなみに壁舞社変わりましたうん 今回の歌飛車私はうにょうにゃって髪の毛がなっていてって感じの感じなので、えー、ぜひ気になる方は歌飛車も見に行ってもらってそこから歌飛車の私のところを押してもらってそこからいろんな SNS に飛んでもらってという流れになっております。ということで今日は。 え長いこともう意味わかんないテンションで本当にうるさかったと思うんですけれどもこんなにねたくさんの方が見てくださってどうもありがとうございますそれではランキングを読ませていただきますでは行きますよ13位おもちさんありがとうございますまた見てください12位ごめん先生ありがとうございますまた見てください11位 GS さんありがとうございますまた 見てくださーい。10位、翔くん。3日後、会えるらしいです。お話会だ。握手会だ。会えるらしいです。ありがとう。待ってます。また、見てくださーい。9位、長金さん。アットマーク。さよならじゃないで。ヘアリボンかわいかった。え、ね、さよなら。待って。ちょっと待ってください。めっちゃ大事なの。え、あの、さよならじゃないあります。 まだ終わってないよねさよならじゃないもありました <laughs> バカ <laughs> あんたのバカ <laughs> っていう感じであのごめんなさいさよならじゃないもありましたパチン <laughs> すみません <laughs> っていう感じなんですけれども <laughs> はいさよならじゃないもありました本当にさよならじゃなかったですこんなさよならしてる場合じゃないさよならじゃないですよひゆか座布団1枚あげたってという感じであの、そうごめんなさいさよならじゃないもありましたアンコール失礼しますえー、さよならじゃないも披露させていただきましたチームエイトでね久々にね楽曲させていただいたんですけれども 嬉しかったです久々にもうなんか皆さんやっぱり落ち着くなと思ってすごいチームメイトの先輩のお顔とか一緒にお話しすると「はって思いますもうわあ我が家やな」って思いましたしやっぱり「さよならじゃない」って歌詞が本当にそうでまた会えるよって思いながら歌ってましたそうその時のリボンがねめっちゃ可愛かったんですよそうチームメイト最高

続いて7位、森彦さん、ありがとうございます。また見てください。ありがとうございます。6位、ブッフォン99さん、ありがとうございます。また見てください。ありがとう。そして次、5位、慶心くん、ありがとうございます。また見てください。じゃーん。4位、ナーラブさん、ありがとうございます。また。 見てくださいこちら続いて3位ヒロさんおめでとうございますありがとうございますまたぜひ配信見に来てくださいありがとう <laughs> 2位バンボシさんアットマークひゆかが一番 <laughs> 嬉しいナンバーワンということでありがとうございますこちらこそこれからもよろしくお願いいたしますまた見てください そして1位は島田和之さんありがとうございます本当にね1位おめでとうございます最近結構壇上でお見かけしますよありがとうございます本当にねまたぜひともこれからもよろしくお願いしますということでラッキーカニカニいきましょういきますよ22位リコチアットマーク花屋敷楽しみかなを ありがとうございます。こちらこそ花屋敷楽しみ。え、当たったってことえそういうことだよね。おめでとうやったーだって。やったーおめでとう花屋敷ね。結構、すごいんだよ。ありがとう会いましょう <laughs> ありがとう。<laughs> いや、うれしいうれしい。ありがとうございます。では、続いて。はいお 六十二幻さんありがとうございます。<laughs> また。見てください。じゃーん、ありがとう。はい、ということで、今日は八千九百二十七人の方が見てくださって。いやー、本当にありがとうございます。こんな、えー、早口で、ええ、ずらずらと。あの、お話しさせていただいたんですけれども。はい。ありがとうございます。そう。 です、だからあっ壇上ランキング変わったあら壇上ランキング変わっちゃったかなあらら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 らどうしよう壇上読み直した方がいいよねそうだよねそうだよねえ読み終わる前に変わっちゃったかな うん、おこれはどうすべきだこれは変わったかな変わってるかちょ,ちょっと待ってねあらこれは変わったのでもう一度いきますねじゃあ。 すみませんちょっともう一回さらっとやらせてください13位下関のゆいはんさんありがとうございますまた見てくださいありがとうございます12位じさんありがとうございます11位しありがとうございます10位チョさんありがとうございます9位てろくんありがとうございます8位森彦さんありがとうございます7位ブッフォンきゅうきゅうさんありがとうございます6位さぶちゃんさんあとマークもう日ゆかジェネレーションひゆか時代おあ、ありがとうございますま <laughs> ありがとう。頑張ります。ありがとう。そして5位けいしんくんありがとうございます。4位のアラブさんありがとうございます。3位ひろさんありがとうございます。2番星さんありがとうございます。そして1位が島田和幸さんありがとうございます。ということで、えー、皆さんありがとうございます。ちょっと長いことになってしまいましたが、見てくださってありがとうございます。ちょっと後から今日。 ニジパレののロケ行ったのでそのオフショも上げますそして Twitter にも最近毎日武道館のオフショもあげているので是非そちらもご覧くださいということでえー、おこちらにも来ていますが皆さんね風とか本当に流行ってるんですよそうだから私も気をつけますし皆さんね今週末握手会ありますからお互い気をつけていきましょうあの季節もねあの寒いので本当にね本当に寒くなってきたので皆さんあったかくして寝てくださいよ もうねお風呂上がりねなんかね「さかひゅちゃん気になるからね」ってちょっと見ようかなってやめてくださいもう全部ねあったかくしてから見てください、うん、ひんうかちゃんも見るよってなってもあったかくしてからって思ってねはいあったかくしてあったかい気持ちで見てくださいということで今日も皆さん9,041人の方が見てくださってありがとうございましたまた明日も頑張ろう握手会まで乗り切ろうをうということで ねこっからがここまでが長いんだよね私ってねでも早口なので許してくださいということで今日も一日お疲れ様でしたもう終わるねごめんねずるずる <laughs> ありがとう待ってますお話し会もじゃあね早く寝るんだよ睡眠が一番大切だからねまた長くなっちゃったね <laughs> またねありがとうじゃあね <laughs>